庭坂駅は、福島県福島市町庭坂あざぎつね林にある、東日本旅客鉄道を覆う本線の駅である、山形線の愛称区間に含まれている。板や峠の福島方のふもとにあたり、開業当初から、峠越えの機関車の基地として広い構内や立派な駅舎を持っていた。福島方面からの普通列車の約半数が当駅で折り返しているため、 米沢方面の列車は、六往復のみとなる。簡易託駅を経た後、現在は、郡山駅管理の無地見駅。駅舎の北側に接して、単式ホーム一面一線、その北側に島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。三番線の北側に、保線用の留置線を三本持つ、保線橋があり、互いのホームを連絡しているほか、 留置線を越えて駅北側で入り口としても機能している。福島運転免許センターと福島自動車学校が駅の北側から徒歩数分のところにあり、この北側の出入り口の主な利用者は運転免許センターの利用者と自動車学校の生徒である。乗車駅証明書発行機が駅舎に1台と湖泉橋の2.3番線の入り口付近に1台設置されている。 当駅は板や峠の福島方のふもとにあたり、かつての蒸気機関車時代には、峠越えのため補機を連結したり切り離したりするための一大基地として賑わっていた。当時は駅の北側に庭坂機関区が設置され、校内には転車台や線形の蒸気機関車を収納する車庫もあった。機関区が廃止された後も広い敷地や駅周辺空き地、とても長く立派なホームなどに、 王子の様子が忍ばれる。なお、一番線の福島寄りには、レンガ作りのランプ小屋が残存している。周りの住宅地は、帰還区跡地に建てられたため、当駅の米沢側から福島側にかけて、線上に広がっている。開業直前に竣工した、かつての繁栄を忍ばせる、大きな木造平や、河原吹きの駅舎は2003年1月までに撤去された。同年3月、 小さな2代目の木造駅舎が竣工した。終戦を上下本線で挟む構造であり、当駅折り返し列車は2番線を使用する。定期下り普通列車は2番線を使用し、下り本線である1番線は臨時列車及び下り山形新幹線の通過用となっている。2004年度の乗車人員は1日平均348人。 辺りは板や峠のふもとに広がる福島市街の端にあたる。南側北側福島交通、庭坂駅前バス停。ありがとうございます。